ついに私たちは時空犯罪テロリスト DJ を追い詰めるに至った。彼はかなりの怪我を負っており、はためにも重傷のようであった。その彼の口から意外な事実が語られたのである。彼は実は私たちを400年未来から来た同じ時空捜査官であり、彼の時代、西暦2482年、ついに人類が滅亡したという。